ホタタタン。ホタタタン、いい声バージョンもいただきました。今日は、こちらのゲストの皆さんお願いします。お願いします。さあ今日紹介する方はもう言わずと知れた NBA ロゴといったらジェリーウェスト、あのおじさんですよ。もうね、皆さん、じゃあこの方意外とね、名前とか知っててもどんなプレイヤーだったのか、でも昔すぎて知らん知らん、さすがに皆さんちょっと知らないんじゃないかなってことで、あえてねこのチャンネルでちょっと紹介させていただこうと思います。全然知らん、教えて。はい、いきますね。じゃあこちらです。もういいお客さんいますね今日。これはですね、ジェリーウェストさん、いや1938年ですよ、生まれも81歳、はい、81歳です。もう5月28日で、身長は187センチ、もうめちゃくちゃ小柄です。これだからめちゃ細いよね。そうなんですよ、ね、体重見てもカリーよりちっちゃい、ね、めちゃくちゃ小柄の選手です、うん、でウエストバージニア州のチェリアンっていうところ出身の、うんうん、まあ、ウエスト、バージニア大学出身です、はい、で、まあ、ドラフトも、まあ、1960年ですよ。だいぶ前やな。いつのって話なんで、中原さん生まれた時ぐらい。生まれてないですよ、さすがに。どんだけ惜しいやねん。当時まだミネアポリスですよ、はい、ミネアポリスレイカーズ、ね、名前がね、まだあのロサンゼルスにフランチャイズ移る前の段階ですから、うん、その頃の方です、はい、この人ね。で、まあ、大学の当初から結構有名で、もう60校ぐらいからまあ、スカウト来てたっていうこと、はい、このね、いわゆるウェストバージニア大学で、まあ、だいぶ名を上げてた選手なんですけども、相当うまかったよな。そうですね。で、まあ、当時は大学のもう在籍当時からもうローマオリンピックで金メダル取ってるぐらいなんですよ。打点でローマオリンピックやってたな、それも。その当時です。当時か、はい、すごい。当時はもう60年の頃ですから、で、チューメイトにオスカー・ロバートソン、はい、当時いたわけですから、これでやっぱ金メダルを取って、オリンピックのそのオリンピックのヘッドコーチがおそらくピート・ニューエルさんなんです。ああ、めちゃくちゃ可愛がってましたから。そうなんですね。当時僕実はお会いさせてもらいましたから。ジェリーウェストに会ってるんですか？チームフォーラムっていう、あの、はい、いわゆるゲーム前にこういう方たちがいて食事するとこあるんですけど、そこに来いって言われて、で下の入り口から行って、で警備員の人に、いやコーチニューエルが来いって言ったんでっていうので連絡取ってくれたら、あ、入れ入れって言ってくれて奥に行ったんですよ、はい、でパッて見たら、あの席取っといてくれて、僕ら3人ぐらいで行ったんです、3、4人で行ったんですけど、はい、バーッて行って、でどう見てもピートさんのところにこう行こうとしたら、もう目の前にどう見てもこれジェリーウェストやな。シルエットで分かるんですよ。ああ、もう薄暗いけど、もうジェリーウェスト、絶対ジェリーウェストやもんで、こうなってドリブルしてるから、ちょっと斜めに、はい、それ食べてない、食べてない、斜めで食べてんねん。こっち左片手間ですから。そう、それでもああと思って、で、コーチって言ったら、はい、中、ジェリーですよ。いや、分かってるよと思いながら、もう、ジェリー中みたいな。あ、チューね、割れてチューで、はい、チューで通ってるんですよ、そう、なんかあれですか、視察とかで行ったんですか？いやいや、単純にもうプライベートで、プライベートって会える、だ、いやいや、もちろん、ピートさん訪ねて行く、はい、もちろんもちろん、僕らジェリーウェストの記憶の中に中原さんっていう引き出しが残ってるやつね、チューですよ、チューがいるんです、いやいや、それはもう今何にもないでしょう。いや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 、だ、僕らもし会ったらチューの友達だよっていうのは、ね、そうですね、あ、ね、あん時の見てみよう、レストラン絶対言うわ。分かるんですか、年齢見てください。おじいちゃんですよ、ここなんで、まあ、もうかなり前ですから、はい、はい、で、じゃあそんなジェリーウェスト、どんな選手だったのかっていうと、うん、ちょっとね、こんなイメージですよね、これ、うん、ちょっと土壇場に強いこのスコアリングガードのイメージっていうのがやっぱり皆さんあるみたいで、まあ、僕も実際にはやっぱり映像は YouTube とかしか見たことないんですけども、うん、やっぱり、ね、身長も低ければ、うん、そのいわゆるまあ体格も良くないんで、うん、まあ、とにかくまあドリブルキープ力とこの土壇場シュート、うん、このね、試合を決めるシュートがやっぱり得意だった。へー、やっぱ人々の頭に残ってるのがやっぱりジェリーベストなんですよね。もちろんあれですよね、スリーポイントがない時代ですよね。もちろんそういうことなんですよ、ね、はい、ましてや24秒もないないよ。ドリブルとかドリブルしまくってたから、ね、そうなんですよ、もういわゆる後ろ向いて本当背中向けたままボールだけ守ってるみたいな体育バスケみたいな映像なんですよ。いや、残ってるよそういう映像ね、はい、でもやっぱ最後のシュートがやっぱこうビシッと決まってくるんで、あまりシュートフォームもあまり綺麗ではなかったと言われてるんですよ。だからこのタッチが軽いと言いますか、ちょっとこうライナーシュートでこの伸ばしきらないシュートと言いますか、この押し出すようななんか本当、はい、球入れに入れる時の感覚で投げてる、ね、優しいタッチでこういうモーションが早かったっていうのが、でもダブルクラッチとか
普通にやってた、はい、当時で言うと新しいプレーも結構採用してた、ハンドリングうまかった、そうですよね、はい、でこのミスタークラッチなんて名前も持ってまして、はい、でまあとにかく、まあ、ガードポジションなんですけどいろいろできたオールラウンダーなんですね、うん、はい、で、1965年のプレーオフにですね、うん、ボルチモアブレッツ戦、うん、もう名前もね今の人たち多分聞いたことないと思うんですけど、ボルチモアブレッツ戦で の、まあ、あのプレーオフの平均なんですけど、そのチームボルチモアブレッツ戦だけでの平均得点で 46.3、 すげえ、平均46、そういうことなんですよ、これは未だに NBA 記録らしいんですね、ボルチモアっていうのは今の、はい、今のそのどん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 上がりしてワシントンですよ、ワシントン、ああ、はい、今の、はい、ワシントンルイ君がいるところですね、はい、で2年目以降からの平均得点が20点を下回ったことないんですよ、ずっと点取り続けてる、へえ、その身長で、この身長ですよ、で、まあ、周りもでっかいやついっぱいいますけど、うん、その中でもやっぱガードポジションでこんだけ決めてたという選手なんですね、うん、でこの記録もね見てもらいたいんですよね、これ出た、これなんですよ、伝説のもう今ちょっと言い続けてクアドルプルダブル、やった記録でいうと44得点、はい、で12リバウンド、はい、で10アシスト、10ブロックです、ブロックブロックで取るんです、この人この身長でです、なんでって話なんですけど、おでこれあのまだ NBA の記録として正式に残ってるものじゃないですね、うん、そうですね、もう年代がですねまだ古すぎて、そうです、73年74年以降から、うん、このスティールとかそういうのが入ってくるんで、うん、スティールブロックいっぱい出てくるんですけど、その前の記録なんで、まあ、ちょっと公式記録ではないですが、もしかしたらめちゃくちゃこれやってたんじゃないかっていう、うん、はあ、はい、あの身長65年そうですね、当時が、はい、その頃にやってるんですよ、誰も生まれてないあれまだ中原さん生まれてない、誰もいない頃、中原さん生まれてない、はい、ほとんどおからも知り合ってないんちゃうかな、もうそんな頃なきゃ、そんなわけで、それはない、それはないですよ、もうすぐでしょ、適者って結婚するから、そこはどうでもいいですよ中原さんはね、ジェリーのお父さんお母さんの話出会ったらそこはいいんですよ、でこれ、まあ、同時撮ってる人っていうのは記録がある人だと、いわゆるあのオラジュワンとかもやってますし、はい、でデビッド・ロビンソンももちろんやってますし、でラリー・バードがあと1スティールで達成だったと言われてるんで、まあ、こういう名だたる人たちがやった記録の、まあ、第一人者と言います、まあ、4部門でってことですよね、そうですね、はい、2桁を記録する、ここはやっぱりね超えられないところでもあるかな、はい、でこういう記録なんですね、でこれです、はい、ここもいきます、はい、NBA 史上初、これがファイナル MVP っていうのが、うん、生まれた年の一番最初の人なんですよ、今まで名だたる人いっぱいレジェンド取ってますけども、うん、この一番最初の人がジェリー・ウェストできた年、この MVP を上げましょうってなった年の初めての選出の方なんで、うん、はい、これがやっぱり記録的じゃないかなと、でこれがですね1969年が、リーグ史上初の MVP の選出なんですけど、うん、このファイナルですね、うん、で3勝4敗で、うん、これ実はこの年負けてんすよ、え、負けてるとこから出た、そうなんです、何がすごいってこれ、うん、負けて取ったんですよ、はい、ここがねジェリー・ウェストやばいんですよ、はあ、それだけインパクトがあったって、ね、そうなんですよね、優勝したチームよりも、うん、いややっぱこいつだろうって、はあ、もう満場一致でこれになってしまったと、とんでもないな、そうなんですよ、これがね、これ大学もね、はい、多分ウェストバージニアって多分ファイナルで負けてるでしょ、あ、そう、はい、でしょ、そうなんです、ギリギリで負けてるんですよ、はい、いつもいつもね負けるんですけど、なんか賞を取るんですよ、そうなんです、大学時代もそれ達成して、あれ大学ファイナルどこでやったか、はい、あ、カリフォルニアバークリーちゃいます、そうですね、はい、その、はい、そのカリフォルニアバークリーが初めて全米ナンバーワンになった時の、はい、決勝でやってるんですよ、はい、でその時のキャルの、 あのバークレーのヘッドコーチがピート・ニューエルさんだったんですよ、はい、またできましたね、それでその時からもう、はい、こいつやばいっていう、そうです、はい、だからもう今 あのあれなんですけど、はい、最後ピートさんが何年か前に亡くなったんですけど、見取りに行ってるんですよ、へえ、もう真っ先に行ってるんですよ、やっぱ森さんになったという、はい、なるほど、だからもう意外とねこの一番にはなってないんですけども、 それで騒がれてるんですよね、はい、そこがすごい、そうなんです、それ以来までハーデンみたいな感じですかね、それ以来ないですか、あの負けたチームからファイナル MVP って、いや聞いたことないです、ないです、ない、前例が、しかも一発目ですから、あー、そうか、すげえな、オールスターでは1回ぐらいあったかもしれないです、あの負けたチームっていうね、はい、さすがに活躍のところですよね、でここが、ね、からですね、この負けが多かったベストなんですよ、この悲願の優勝1回だけあるんです、うん、1回だけしてるんです、実は1972年、
はい、ですね。で、ウエストは現役最初で最後の、優勝するんですけど、当時セルティックスとかもめちゃくちゃ強かったんですよ、まあ、8連覇ぐらいとかしてる時代だったんで、でこの時にまあもう本当6連敗喫してずっと上がれずの優勝できずだったんですけど、当時ニックスを破って初の悲願優勝1回だけしてるんですよ。でこんだけロゴになってるような人でもほんまやな、1回なんですよ、意外やな。やっぱりその印象値といいますか、この得点力、このいわゆるこのクワドルプルダブルをしたりとかですね、こういうイメージから、まあ、あのジェリーベストがすごいとは言われてたんですけども、チームとしてはちょっと不遇な方だったんですね、まあ、でも要するにその LA のフランチャイズとか NBA を代表するプレイヤーとしてのインパクトがすごかった、はい、そうですね、この NBA 代表っていうイメージですよね、世界大会でも出てるんでね、何やってもできちゃうから、はい、そうなんですよ。で当時のセルティックスがまあ8連覇達成しながらも、この時ですね、あの優勝の年、実はこういう記録もレギュラーシーズンで33連勝してるんですよね。すごいな、すげえ。これもなかなかの記録で、シーズン中です、約3ヶ月負けなし無双モードしたっていうんですね、これ。もうこの記録だけでもすごいんですけど、で、まあ、最終的には、まあ、これが NBA 記録今なってまして、最後は69勝っていう記録で終わるんですけども、ね、このあもう NBA のみならず、はい、アメリカスポーツ史上最長記録です。33連勝、スポーツ史上でも、ね、大記録を打ち立ててしまったんですね。すげえな、そういうことなんです。じゃあこの質問ですよね、じゃあいつからこうロゴになってったのかっていうところも皆さんちょっと気になると思うんですけど、いつからや、はい、これがですね1969年にこの NBA の、まあ、リーグ自体がですね、やっぱこうアイコンとなるものが欲しいと言いますか、こうロゴをやっぱり作ろうっていうので、ちょっとやっぱり力入れてた時なんですね、で当時のコミッショナーだったジェイ・ウォルター・ケネディって方がですね、あのアラン・シーゲルって方にロゴ作成をお願いしたんですよ、でその時にこのシーゲルさんが、まあ、60年代から70年代にかけて活躍が著しかったこのウェストのこうドリブルしてる写真を見て、うわもうこいつだろうと、もう完璧だとまで言って、ですぐロゴにしたって話があるんですよ。でまあその時もやっぱウェストはやっぱ顔もいい感じでしたし、ちょっとフォルムも細くてスタイリッシュだったんですよ、なのでやっぱその NBA のこの押し出したいこのロゴにこうぴったりハマったと。ドクター J じゃダメだったっすか、ドクター J はドクター J は元とか、いやもう後ですね、はい、もう後ですね、でここから、まあ、まあそれもね、まあ、相まって多分シーズンというかそのロゴを決めようっていう時にこうちょうどよくいたのがこのベストだったんで、もしかしたらもう少し当たったらこのね、ドクター J になった可能性もあるとは思う、スカイフックだったかもしれないですね。あれは ABA と NBA がねちょっとまだ分かれてましたから、はい、ああそうね、で、はい、NBA の方が全然人気なかったんですよ。ああやっぱそうだったんです、ね、なんていうんですかね、分かりやすく言うとナンバープレーをしっかりして、はい、こうコールをしてがっちりやるのは NBA だったんですけど、はい、ABA は当時やっぱりこうハーレムグローブトロッターズ的な要素だったんですよ、人生的なものがあったんで、はい、そっちの方が人気あったんです。へー、ファンもそっちの方がやっぱ 見、はい、見たいですもんね、ドクター・ジェイはそっちの方がそうですね、もともとは見せるバスケでしたね。でそのシーゲルさんが、まあ、あの打ち立てたブランドと、ブランドと言いますブランドロゴとして、デザインしたと。へえ、はい、でそのシーゲルさん今ねブランド戦略会社の名誉会長、へえいいですね、もう斜めはいいんですよ、絶妙な斜めですからね。そうなんですよ。ね、やっぱこう見たら分かりますけど、ね、絶妙な影、絶妙な、はい、要鋭でデザイン、いや、いいデザインですね。実はですね、皆さんこれ知ってました？これ皆さん知ってるとはね、近年めっちゃ議論になってる。あ、そうですね、ちょっとなんか一回話題になってましたね、そうですね、ロゴ変えようかってちょっと前に、で実際に少しマイナーチェンジしたんですよね。あ、そうなんや、僕ね、そんなよく分かんない、何が変わったんだっけな。左がですね、今までのロゴ、うん、で色がちゃうけど、はい、色と色が NBA というロゴの大きさが、はい、ああそこ本人自体は変わらないですね。そうです、本人は変わらないです。これ靴は何履いてるんですかね。コンバースじゃないですかね、僕もコンバースなんで、あれ確かコンバースですよ、あの時代、ね、コンバース時代だと思うんですけど、一強だったかな、一強ですよね。はい、あのなるほど、ウッドフレイジャーだけがプーマ入ってました。そうですね、こんな感じで切り替わったと知らんかった、ありまして、で本当に48年ぶりに、
この年に、切り替わりました。ちょっとだけ変わったよな。若干色味が、まあ若干、はい、若干ですね。で話によると、ね、そのなんかメディアにこうデジタルメディアに載せるにあたって少しこのフィットさせたっていうのは言ってるらしいです。なるほど。ああなるほどね。この媒体がちょっと字が潰れちゃうとかあったんでしょうね。うん、そうですね。ちょっとシャープな文字になって色が濃くなった。なるほど。ウエストのロゴが、はい、まあ本人は正直もう俺じゃなくていいって言ってる。言ってますからね。そう。言ってるんだ。そう、近年だから誰になるかっていう議論。もうやめようみたいな。はい、俺知ってる人いないよみたいな。そうなん？ちょっとそんな感じになってまして。で、まあ本人はやっぱジョーダンにもう譲っていいんじゃないって話も出したんですよ。ただその自分のチームが、まあ、レイカーズですから、そのレイカーズのチームから出したいっていう思いもあって、あんま公には言ってないですね。でも間違いなくジョーダンだろうと、そりゃそうだね、本人も言っちゃってるぐらい、この要は物議を醸し走ったんですよね、はい、一時期変わるの変わんないのみたいな。でも結局続投ということで、はい、このままジョーダン、ジョーダンのマークあるから。そうですよね、でもジョーダン、ジョーダンブランドになっちゃってますからね。もうこれ僕ね、変えてほしくないんすよ。そうですね、まあ、ここまで来たら、はい、もうそうなんですよ。これはこれでもう本当歴史があるんで、ね、でこれもしかしたらですけど、このレイカーズから出すってなると、もう今後とかレブロンの説とかももしかしたら、なるほど、レイカーズからあるかもしれない。もしかしたらありますよね。ああ、こういうの。いや、もしかしたら能力パス、そっちの伝説の競技が止まったね。今日もかっこいいのやってたな。あ、こんなやつ。はい、まあまあ、見ました、見ました。レブロンツイートしてました。はい、そうです。はい、で、そのウエストなんですけど、そのね、ロゴになるウエストなんですけど、実はですね、こんな、近年は一面もありますから。そう、これプレイヤーとしては今までそういった形でしたけど、この話、これが、まあ、これです、この話を、はい、これ3日かかりますよ。はい、いや、そうだったから、もうこれだけ行くか迷ったんですよ、実際。うん、これ行くとですね、引退後監督とかね、はい、チームコンサルに携わるんですけど、はい、もう今のレイカーズの、うん、ショータイムレイカーズをね、こうもう立役者ですよ、ね、もうね、もう作り上げたマジック・ジョンソンとかね、うん、もうジャバーとかを作り上げた人なんですけども、うん、そこはね、やっぱ、ジャバーがいなくなった後も、うん、ね、このディバッツをこうディバッツも、ね、起用したりしてね、はい、こうどんどんこの NBA をこう盛り下がることなく、いつもこの人が支えてくれたというのが背景ありまして、ね、うん、でこの先にもですね、シャキール・オニール、コービー・ブライト獲得もありましたし、そういうことなんです、この人が動いてます。ビル・ジャクソンも、入れてますから、この人が。いやでもね、それはね、はい、違うんですよ。違うよ。そうなんです。これは、はい、これは揉めたんですよ。はい、レイカーズとしてのプライドはないのかっつって、まあ、フィル・ジャクソンを呼ぶってことはどういうことかっつって、あの、うん、ドクターバスって、あのジェリーバス、はい、あのオーナーの方と揉めたって揉めがあったんですよ。ただドクターバスの娘さんが付き合ってたんですよ、はい、ジニーバス、ジニーが、あのフィル・ジャクソンと、うわ、お父さん、フィル・ジャクソン呼んでって言って、そうか、呼ぼうかいう話を、それでこの人はレイカーズをちょっと離れたんですよ。そんなプライドないのかこら言って、ダーン言って、ジェニーは熱いですね。いやいや、もう、それでもう、そうなんだ、そうなんだ、そうですよ。なるほど、はい、もうあので、まあ、本当にこのいきさつの流れしか書いてなかったので、はい、のデータの流れでは、そうやって一応そういうふうにはしてるんですよ。そういうことなんですね、綺麗な話にしてるっていう、してるんだけど、じゃあなんでやめたのって。そうですよね、いなくなった。そうなんだよ、いなくなった。その後グリズリーズでね、そうグリズリーズ、はい、これがグリズリーズだね。そうなんですよ、そうなんです、グラインド、なんですか、ここも行ってるんで、何にもドアマットチームが、はい、彼が言ったことによって、今のロゴも考えたのもジェリー・ウエストです。あのちょっと怖い熊の、はい、熊の感じになってんのもジェリー・ウエストです。そうですか、すげえ、俺よう知ってんな、知ってますね。さすがコメンテーター、ありがとうございます。ええー、の捕まえてますね。助かりますね。だからグリズリーズなんか あの辺から変わったんですよ、うん、ね、ディフェンスのみたいなね、はい、だってもう、シェーン・バティエ、ああバティエ、はい、バティエ、バティエなんかはもう彼が、もう彼はバスケット終わっても一生付き合いたい人間だという言い方して、グリズリーズにずーっと、いや、そういう、なんで彼をみんなチームは欲しがらないのか、私はその理由がよくわからないっつって、彼と一回付き合ってみろっつって言うぐらいの言葉で言ってるんですよ。とんでもないですよ、はい、だからヒュービー・ブラウンっていうかヘッドコーチを呼んだのも、はい、あの彼だし、すごい、
その時にジェイソン・ウィリアムスも呼んでるんですよ。すごいチームを大赤に変える時にもう、ね、もう山ほどね功績あるんですよ。そうなんですよ、ね、ものすごいです。そうだ、でこんな記録もね、はい、取ってますから、ちゃんとね、うん、2度のですよ、はい、この、エグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーというこの一番ですね最も成功した選手人事に関わった人に贈られる賞、ね、2度、はい、これね取ってますからね。なるほど、そうないですけどね、もう2度もないですよ本来、もっといくとね、チームがでかいからね、そういうことなんですよ。で近年で言ってもあの伝説のウォリアーズ王朝、はい、あれもそういうことですからね、はい、カリーとクレイとケイディとグリーンでこれを取ってねでこのカルテット完成させましたけども、クレイ、知ってます、クレイを一回出そうとしたんですよウォリアーズは、うんうん、ね、ありましたね、そう、それを、はい、あのジェリー・ウエストが絶対ダメです、ダメですね、そこはあのブラザーズだけは出したらダメです、はい、かっこいい、彼だけは抑えておかないと。それであのその後、はい、クリッパーズにロサンゼルスに戻るという噂が流れて、うん、はい、レイカーズこれとうとう来たんちゃうみたいな、もう一回戻る、でもその時にマジックが行くんじゃねえかっていう話があって、はいはい、彼はクリッパーズの方行ったんですよ、ね、はい、そうだ、でまずクリッパーズで何をやったかって、クリス・ポール出したんですよ、はあ、出てしまいましたね、クリス・ポールたち、次にブレイク、はい、ブレイクもさよなら、あのもう怪我がちだし、年齢考えると彼はおそらく今がピークだから、うん、今後プレーできたとしてももう次のシーズンとかできなくなるから、うん、もう、はい、もうピークがついて、いわゆるお金のかさばってるやつ全部出そう、すごい、で最後に出したのがディアンドリアンス、大好きですけども、結果でも大成功ですもんね、いや大成功だ、今もうブレイクほとんどできてないんですよプレー、うん、やっぱ経済で、いやだから今もうそれが正解になってる、正論になってる、今いなくなったところになんとあのジェリーウエストやってたんですか、ジェリーウエスト、知らんかった、でいきなりパンパン、選手の目利きがえぐいですよ、でそれドックリバースなぜ切らなかったんですか、いやドックリバースドックリバースは一緒に、いやだから一番最初に息子切ったじゃないですか、ああでもだドックリバースは優秀ってことですよね、いや優秀ですね、優秀すごい、バスケであのバスケットだけじゃないんですよ、あのいわゆる選手の掌握術っていうのが僕も素晴らしいと思う、ジェリーウエストが切りたくないぐらい、いやもうそうだね、なるほどね、うわジェリーウエストすげえな、半端じゃないですよ、だから半端じゃないです、カワイ・レナード獲得と PG のこのタッグもジェリーウエストが動いた、だからもう LAL に決まってたんですよ、はい、流れではレナードは、はい、で僕夏サマーリーグ で、ね、あのユタ行ってる時に、はい、NBA のコーチ陣が言ってたんですから、うん、クワイレイカーズみたいな、で俺っつって、マジっつったら、いやもう出てないけど絶対もう決まったっつって、まあ、レブロン皆さん前ちょっと言ったことあるんですけど、レブロンとレナードってブラザーらしいんですよ、うわいいめちゃくちゃ仲いいらしいんですよ、あれ知れてないらしいんですよ、いや全然イメージないですね、だからあのもうこちょこちょっと電話して、はい、本人はあの行くっていう感じだったんですけど、クリッパーズに最初に面談に行ってるんですよ、あのクリッパーズに行ったのかな、いやいやいや、クリッパーズ、レイカーズ、どっちか先に行って、でクリッパーズと話したときに、はい、最後にあのポール・ジョージ取れたら、ね、あ言ったんですね、あそうそう、あの俺は行くって、はい、クリッパーズに行く、ただ、でもね、その半信半疑なんですよ、多分あ取れるわけないっていう感じのもあって、でもあの、自分がやっぱエースになれるじゃないですか、はい、レブロンじゃなく、はい、だから、まあ、そこで、まあ、もう一人いてくれたらっていうような意味合いで言って、でもう返事する直前にあのフロントから電話があって取れたよってで、あクリッパーズでコロッとっていうのも裏で動いたのは実はジェリーウエストだった、すげえっていうことでですね、なるほど、はい、でこんないろいろね、このプレイヤーとしても超一流、うん、そしてこの GM とコンサルとしても一流の手腕を発揮したジェリーウエスト、今後もですねもしかしたら暗躍してね、後ろで NBA を動かして楽しませてくれるかもしれませんということで、今後も期待の注目おじいさん、クリッパーズに行ったということはね、これが今年からのクリッパーズ王朝になるのか、なると思いますよ、だからゴールデンステートもやってた時って、あのサンタクルーズってあるじゃないですか、うんうん、あそこの関係させてるの息子さんさせてるんですよ、へえ、いや結構いいんですよ、はい、そういうその流れっていうのをがっちりこう作れたところ、やっぱり LA でお世話になってるっていうのがあって、おそらく僕はそうですね、LA 同士ですね、そうですね、だからもうどっちでもいいみたいな感じになったと思うんです、はい、多分僕、そうですよね、だけどその時の順序としてマジックがっていうのがあったから、うん、マジックのこと可愛がってるし、はい、だから自分はじゃあっていう感じがあったと思う、マジックこんかったよかったよ
まあ、それは言わないから難しい、難しいところです。1年早く強くなってたのレイカーズ。そうだね、もう1年早く勝ってる可能性もありましたよ。はい、はい、まだまだこの次続きがね出てきそうだと思いますんで、小泉さん注目してみてください。以上、ホタタターンでした。ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。